平成28年6月28日、阿蘇市黒川にある道の駅阿蘇に、保育園児たちが自分たちの健康や熊本地震復興を願った七夕飾りを飾りました。道の駅阿蘇に七夕飾りを飾ったのは、熊本 YMCA 黒川保育園の年長組の園児22人です。七夕飾りの飾り付けは、道の駅阿蘇の休憩室で行い、まず全員で七夕の歌を歌いました。そしてみんなが元気で過ごせますように、友達と仲良くしますなどと、自分たちで願い事を書いた短冊を高さおよそ4メートルの竹に飾り付けました。熊本 YMCA 黒川保育園児たちによる道の駅阿蘇での七夕飾りは5年ほど前から毎年行っています。また阿蘇田園空間博物館では、地元の地域グループや道の駅阿蘇に出展している関係者と協力して、黒川保育園児を対象に田植えや稲刈り、ホタルの幼虫の放流などを行い交流をしています。道の駅阿蘇では、この日飾り付けた七夕飾りは休憩室に7月いっぱい飾ることにしています。